どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回取り上げたい曲はエネルギッシュなパンクロックお届けします。はい、こちらドン、ザ・ブルーハーツのリンダリンダ、言っときましょう。これデビューシングルですよ、ザ・ブルーハーツの。はい、この曲はですね、ちょっと今調べてみたら、なんとね1987年の5月1日にこうリリースされているらしい。ゴールデンウィークにこれ発売されてたんですね。だから1987年の今ゴールデンウィーク真っ只中、かっこよくお届けしたいと思います。でこの曲ですけど、もちろんねこの有名曲ですから、ガズレレ YouTube チャンネルにで過去に一回取り上げてるんですよ。2018年なんで今からね4年か5年ぐらい前で、やっぱちょっとね分かりづらいし、今回ねなんと皆さん嬉しいことにフルコーラスでやりますから、これ全部やりましょう。はい、じゃあ最後の繰り返しのところはちょっと短めですけど、歌のところは全部やります。これはねいいですよ、めちゃくちゃ楽しくて力がもうみなぎる一曲になってますんで、はい、やっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているのが、このもうザ・ブルーハーツの素晴らしいところって、簡単でストレートでシンプルだけどメッセージはドーンとくる、これが特徴ですからね、初心者の方にもできるようになってます。入門コード一応でもね、コードは7個なんですけどね、入門コードですからこれ安心してください、大丈夫ですからね。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンは何がポイントになるかというと、やっぱり疾走感、ドライブ感、力強さです、ここです。はい、これをねもうかっこいいバージョンはね結構もうねテンション上がっちゃう、もう僕のロックスピリットがもう黙ってないんですよ。はい、そんな感じで2バージョンね、張り切ってやっていこうと思います。皆さん最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけどもう無理無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというレッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラムめちゃくちゃ分かりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここに貼ります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってまいりましょう。ザ・ブルーハーツのデビューシングル、リンダリンダ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1 2 3 4、ドブネズミみたいに美しくなりたい、あるかな。 1 2 3 4、you
で。せーの、ザ・ブルーハーツのリンダリンダガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。いやーいいですね。やっぱりねゆっくりやろうと思うんですけど、ちょっとこのぐらいのテンポはね、やっぱあった方がこの躍動感というか力強さがやっぱ出ると思うんで、これコードはね簡単ですからね、ちょっとこれ大丈夫だと思います。できると思います。はい、ぜひ皆さん、ね、じっくり取り組んでみてください。で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これね今回フルコーラスですよ。はい、歌歌ってるところはフルコーラスなんだけど、最後の繰り返すと、リンダリンダリンダ、そこはすごい長くやってるんで、ザ・ブルーハーツ。そこはちょっと短めですけど、はい。全部やってますんで、これはですね、嬉しいことになってます、皆さん。はい、やっていきましょう。で、今のね、ガズの動画見てもらったらわかるけど、歌詞とコードが出てますんで、それに合わせて練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては、ガズの YouTube と一緒にね、演奏できたら、もうこれ素晴らしいことだと思います。はい、やってみてください。できるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何をしてほしいかというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、でもうじゃあでも何も見ないと分かんないってことになると思うんですけど、最初はですねだから楽譜的なものを見て、それを見ながらだん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 何回も練習して自分の中に落とし込んでいって、で大空に向かってねリンダリンダと声高々に歌う、これ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、ね、まずは楽譜練習がいいと思います。じゃあ楽譜はどうしましょうということなんですけど、安心してください。今のね、演奏はですね、このガズがこう手書きで書いてるこのねノートがあるんですけどね、ここに書いたものを見て、今演奏していきました。ちょっと映していきましょう。はい。こんな感じです。はい。2022回転版リンダリンダ。はい。これを見ながらやったんですけど、これもうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよっていうのをシェアしようと思うんですけど、今、めちゃいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円の、クラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたリンダリンダを含むガズレレがもういっぱい書きまくってきた、膨大な数のね、楽譜のストックがあるんですよ。これをですね、毎月皆さん、この曲私探してたんだけど、この曲やってみたいなって5曲毎月選んでいただいて即座にダウンロードしていただく。でこの楽譜って全部 YouTube 動画ガズレレのレッスン動画と紐づいてますから、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベントガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますんで、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上げてますっていうか盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。2022年の改訂版リンダリンダですね。ザ・ブルーハーツ、もうブルーハーツといえばもうシンプル&ストレート直球勝負、いやー気持ちがいいですよ。もう本当に見ていきましょう。ちょっとこのイントロなんですけど、この印象的なドブネーズミーってゆっくりやるところなんですけど、ここはちょっと場所の削減のためにですね、ちょっとワンブロックめちゃちっちゃくなってるんで、ちょっとね、ご承知ください。ドブネズミ1、2みたいにこんな感じで進んでいきますね。これは分かりやすいと思うんですけど、ちょっと気になったと思うんですけど、ここのねあるから、ここはちょっとね、頑張ってやってみよう。F、A マイナー、D マイナー、C で、あるから、これ聞いて、デモ演奏見たらこれいいでしょ。こういうのちょっとね、シンプル簡単バージョンから取り入れていきましょうってことです。で、こっから、勢いあるリズムが始まります。リンダリンダ、こんな感じになってるんですけど、ここちょっと見て、下にくるっとフレーズって書いてあったりするんですけど、これはですね、これでフレーズって書いてあったり、ここに、スタタタタとか書いてあるじゃないですか。こういうのはね、ここにもね、書いてあるでしょ。かっこいいバージョンではこれちょっとね、かっこいい感じで入れるよとか、ここにくるっと下に書いてあるです。こういうのはね、かっこいいバージョンでちょっとここにね、かっこいいことやるよっていう証なんで、今のバージョン、シンプル簡単バージョンは、この上の段のコードを弾いて歌っていったよということになってます。はい。こうやって画面に映しておくので、お時間ある方書き出してください。で、それから今ね、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデータそのものを、
お手元にダウンロードするのもめちゃくちゃ便利だと思います。なぜこのねガズラのノートが素晴らしいかというと自分で言いますけどね。このね、このリンダリンダはいいとしても、この、ここを見てもらうとわかるんだけど、もしも僕がのところにこの物の上に点があるじゃないですか。もしも僕がいつかとかこの点でですね、リズムが測れるんですよ。もしも僕がいつかとかね、こんな感じでこの点でリズムがわかる。あとこの言葉のね、歌詞カードにはないこう伸ばすとき、伸ばすタイミングもわかるというね。そういうね、役立つことになってますんで、ガズクラブでこの入っていただいて、ゲットもすごくいいと思いますよ。はい。じゃあ移していきます。まずは、イントロから、リンダリンダから1番。1番ってことにしました。これね。で、ここ感想をやります。なんかね、これ構成がちょっと面白いんですよね。あ、ちょっと待って。ここの星マーク注目。ちょっと構成の確認ですけど、イントロやったら星やって、1やったらここ見て、星マークだから、ここに戻ります。ここに戻る。そうしたら、この感想に行きます。はい。この感想に行って、まあ、ここなんかサビというかね、もうなんというか表現難しいんですけど、ドブネズミみたいに、誰よりもってところに行こうと思います。これサビっていうかね、A メロの続きというか、もう全部サビみたいなもんですからね。まあ、ちょっと一応、便宜上書いただけです。で、ここをやって、はい、ここはかっこいいバージョンで変わって、で、今度見て、星から1って書いてありますね。ってことは、またここに戻ります。リンダリンダやって、してまたこう1。もしも、僕が、はい。これをやって、今度、2回目にこの1番が終わったら、今度はどこに来るかというと、ですね、2番に行きます。はい。愛じゃなくても、恋じゃなくても、ここに入っていきます。はい。これをやっていただいて、ここもね、バーッとやっていただいて、そして、ここ、ラストの、リンダリンダなんですけど、ここは、もうここ見て、かける2回って書いてあるんですけど、リンダ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 ーなんですけど、これね、もうこう、本当はここすごい長くやるんですよね、ブルーハーツは。ここはちょっとショートカットバージョンにさせていただいてますということです。ちょっとね、これね、皆さんそれぞれアレンジして長さ調整してみてくださいね。で、ここ最後にエンディングとして、この CAmFG7 で終わった。これが、ガズレレの簡単アレンジになっております。テロップと一緒にね、演奏のデモ演奏と一緒にご確認ください。じゃあ出てくるコードをご紹介。はい、いきます。はい。言っていきますよ。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E7、C7 の、これ7個ですね。入門コード7個でちょっと多いって思うかもしれないんだけど、これ安心の入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思ってるあなたに、一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードですから、1個ずつそれぞれ見たらめちゃ簡単。だけど10個いっぺんに頭に覚えようと思ってね、もう何があるんだか分かんなくなる。ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、ここの動画で、楽しくコード10個覚えてください。そのうちの7個が出てくるよということになっております。はい、ではこれからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、まあ、この曲はですね、やっぱ歌は、これはね、シンプルなんで、一回聴いたら忘れないような感じではあるんですけど、これやっぱパンクロックってやっぱそのロックの衝動とか勢いとか、やっぱエネルギーだと思うんですよね。なんで正確に音程かとかメロディーかとかタイミングかっていうよりは、やっぱりこのもっとエモーショナルなところにフォーカスしていいと思うんで、勢いづいて、これが今回ね、やっぱり、なんつうのかな、伝えたい感覚ですね。これパワーというかですね、情熱というか、そういうのをやっぱり前面に押し出すという感じがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと歌の確認はでもね、やっぱりしっかりして、かっこいいバージョンの解説に、ちょっと入っていってください。じゃあ、ここから、解説していくんですけど、出てくるコードはですね、シンプル簡単バージョンと全く一緒なんですけど、フレーズが入ったり、キメが入ったりとかして、かなりね、このレベルアップしてるんでね、ちょっと具体的に解説していこうと思うんですけど、まあ、まずは、基本となる弾き方なんですけど、今日これですね、かっこいいバージョン。はい、8ビートのチャ、これでいこうと思います。8ビートのチャ、まさにねガズレレでは本当に最も出てくるリズムなんですけど、こんな感じですね。このドライブ感満載の、これ力強いビートなんですよね。これでやっていこうと思います。この8ビートのチャのリズムの解説動画、ここにリンク貼っておこうと思います。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中に8ビートのチャの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされてますんで、じっくりと時間かけて、このリズムはね、ぜひものにしてください。気持ちがいいですよ。はい。このドライブ感を持ってですね、この曲は演奏していきましょう。はい。そしたらですね、細かいキメとか、かっこいいところちょっとご紹介していこうと思うんですけど、今日ですね、フレーズ入れていきます。どんなフレーズかというと、ベースの
フレーズを再現して入れようと思うんですけど、ちょっとやってみましょうか。まずこれじゃあ歌い出しからなんですけど、最初のドブネズミみたいに、ここはもう4つ弾きでちょっとゆっくりやりますね。はい、そこがシンプル簡単バージョンと全く一緒で、ここからリンダリンダに入っていくんですけど、ここがちょっとね、あのやっぱ勢いづいてテンポもちょっとがっつり 前のめりな感じで、あの前乗りでいきたいんですけど、その中でね、いきなりフレーズが入ってきます。やってますよ。ワン、ツー、スリー。リンダリンダ、リンダ、聞こえた今、こういうんですよ。これちょっと難しかったらまずはなしでもいいと思いますけど、ちょっと慣れてきたらこれちょっとぜひ挑戦してみてください。これね、結構ねできますから。はい、これどうなってるかというと、まずちょっとね、左手見てください。 C でリンダリンダってなったら1弦の3311、次00、0っていうのは解放、何も押さえない。であと2弦の3フレット、はい、こういうことです。メロディーとしては1弦の3102弦の3、これをダカ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 みたいな感じで疾走ビートみたいな感覚でやりたいんですね。3102弦の3ですね。はい、これを表で表すと こんな感じになります。はい、これタブフというフレーズなんですけど、はい、これもあのこの読み方わかんない方いるかな。もしこのねタブ何やらないかわかんないよという方、あの概要欄にタブの読み方貼っとくんで見てもらいたいんですけど、まずじゃあこれ33って書いてあります。これ1弦の33です。その次11ですよね。11、はい、その次00って書いてあるんです。これも全部です。00、次2弦の3フレット、これを、はい、このたったこれだけをね入れるんですよ。C の2番目のブロックですね。はい、あ、ちょっとここの今色が違ってるところのフレーズなんですけど、もう一回やってみよう。ゆっくりせーの3、はい、リンダリンダ、リンダリンダリンダ、あ、リンダリンダ、3311003333、リンダリンダリン。これはですね、ちょっと練習するとできるようになると思うんですけど、ここだけ要は8ビートのチャからちょっとだけ疾走ビートみたいなダカ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 になりますからね。かっこいいね。はい、これをですね入れるとこのなブルーハーツっぽいあのかっこいいベースラインを再現できると思います。これちょっと余裕も出てきたらでいいですよ。最初はこれ入れなくて普通の C で8ビートのチャでもやっちゃってもいいと思うんですけど、このフレーズはですねリンダリンダのさ、あのここのところでね毎回出てくるんですよ。なのでこれね慣れてきたらできるようにちょっと練習していただければなというふうに思います。はい、じゃあそれどんどんいくんですけど、まあ次はですねツタタタタタっていうのがあります。1番とガズレレでいうところの1番のそんな時は後半どうか愛の意味を知ってください、ね、この一番最後のところでツタタタみたいな、ちょっとやってみますね。そんな時はどうか愛の意味を知ってくる。次来るよ。ここで G7 のツタタタタタタ、はい、このツタタタタタタっていうのはまあドラムでいうところのズタン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 ボーンタンボーンボーン、このドラムのロールみたいなのを再現してるんですけど、 G7 を押さえておいて最初に1回チャンを弾いといてダダダダ、結構簡単ですよこれは。知ってください、入っていきます。はい、このツタタタタタツのを入れるだけでなんか次のところにドーンと入っていくよという感じが出せると思うんで、これかっこいいかなと思います。あとはですね、一応ガズレレの中でいうところのサビって命名したところですね、ドブネズミみたいに誰よりも優しい、その後半ドブネズミみたいに何よりも温かく、ここでね今日唯一の、決めバッチリ決めたいところやっていこうと思います。じゃあそこのサビのバースの後半のところね、ワン、ツー、スリー、フォー、ドブネズミみたいに何よりもここ暖かく、パパ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 、はい、今の暖かくのところですね、あったかく、パパパパ、これ合わせ技です。この暖かくのところの F、Am、Dm、C っていうのは一番最初のイントロの R からと同じをワンブロック4つにして早く弾いてるんですね。その後 C で今度はチャパパパパパ、さっきやったところの G7 でやったところの決めですね。ちょっともう一回ゆっくりめで いきましょうか。せーの、ドブネズミみたいに何よ、次だよ、これはね、なかなかここ、
決めるとかっこいいですね。はい。で、その後は、サビというか、リンダリンダを、星パートのところを繰り返して終わるという、シンプルな構成なんですけど、シンプルならではの奥の深さっていうのはこの曲あるんですよ。まず第一に、リズムキープです。気持ちがいいからね、リズムがもうボンボン速くなっちゃうんで、これにエンジンブレーキをかけるような、なんだけど、やっぱりでも前のめりで行きたいんで、ちょっと速くなるのは僕かっこいいと思ってるんでね、その勢いを、やっぱり継続するのが、すごいやっぱりこう、かっこよく、まあ、エネルギッシュなところだと思います。このテンポ感とかリズムを体でこう、ガンガン前のめりでね、行く感じ。これ、裏のレッドよりも頭でね、もうリズムガッガッガッて取るね、そういう感じのイメージがすごいいいと思います。あとはね、このシンプルの中だからこそ、キメがなんか際立つんですよね。ツタタタタタとか、さっき今やった、ダン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 みたいなところとか、ここにこう丁寧にやっていただくのがいいかなというふうに思います。そしてやっぱり、もう言わずもがね、なんですけど、この河本大翔さんとマーシーさんの、この曲と歌詞のですね、この世界観はやっぱりもう、なんかこう、いつの時代もこう、心にグッとくるなんかね、これをやっぱもうね、胸に抱いて、やっぱりパワフルに歌っていきましょう。さあもうこれ以上の説明はもういらない。だってブルーハーツだもん。ブルーハーツはシンプルでストレートで直球にね、もう心にグッとくるやつですから。そのね、それをね、やっぱりもうそのまま行くのがいいと思います。やってみましょう。ザ・ブルーハーツのリンダリンダガズレリルかっこいいバージョン。やってみ、ドゥもうね、もうガズさんのねロックスピリットに火がついちゃいますね。もう本当かっこいいっていうか熱いっていうかね、いいと思います。もうやっぱりこうリズムに体を委ねてですね、もう
炸裂していきました。本当に音楽って本当にいろんなね顔を持ってて素晴らしいなと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。お知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどあのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。